静かなる防衛の時間です。今日は救難飛行艇に女性機長誕生、ようやく女性が進出してきた時代となっています。今パイロットを目指す女性は多いでしょう。 US2 救難飛行艇になります。しかも女性初の快挙、飛行艇史上初めてです。ということは女性隊員第1番目、名前はここでは言わないでおきますが、岡田めぐみ機長です。それに空と船の免許が必要になってきます。しかも飛行艇が出るということは嵐の中が多いですよね。台風や災害などやはり救難飛行艇のパイロットの腕次第で着水できるか、海に着水できるかできないか決まってきます。海上でも船同様進むことができます。この US2 ですが、今現在岩国基地に5機配備、将来的にはもっと増えるでしょう。で、女性も増えてくると思われます。やはり現代のこう社会の組織的な感じを垣間見る昨今ですが、やはり女性が進出してくるのは大変嬉しいことでしょう。 US2 は最高速度580キロ、で飛行し海上でも高速船よりも早く航行できます。しかも航続距離が4600キロ、捜索できますよね。やっぱりこの航続距離が長いということは捜索に向いているということです。 P1 哨戒機が速度980キロですから、580キロがどれぐらい速いか大体想像がつくでしょう。 US1 から US2 へバージョンアップして大きさも大きくなっています。それに伴い価格は
一気100億。100億ほどします。しかし海に囲まれる日本には5機でもまだ少ないと思われます。これぐらい高性能な US2 はもっと増やすべきでしょう。この US2 の救難で有名なのは辛坊治郎さんがヨットで遭難をして救出されたことがありました。その時に救難活動をしたのが US2 です。 US2 といっても空と海を両方知らなければいけない。それだけ経験や知識が伴ってくる。パイロットには大変負担のかかることでしょう。それを女性が行うということはやはりすごいと感じます。女性が進出している他のも F-15 もありますね。 F-15 戦闘機 US2 他ももっとたくさんあるんですが、次期潜水艦にも機長が艦長が生まれるかもしれません。潜水艦の艦長の女性見てみたいものです。ですがまだまだ先になるでしょう。岡田機長が言っていたのは、人の役に立つことがやりたい、人命救助をする任務のかっこよさに一目惚れ、パイロットとして後に続く女性に勇気を与えられるよう技量を上げたい。確かに技量はかなり必要になってきます。この技量を上げて訓練飛行から実際の任務についてほしいと考えます。やはり海は荒れています。風もあるでしょう。そんな中飛んでいかなければいけません。やはり過酷な任務で人命関わることに機長の腕が試されることが多いでしょう。技術を持っていれば機長にもなれる、そんな勇気が湧いてくると思います。今後続々女性機長が誕生することを楽しみにしています。
ご視聴ありがとうございます。新しいチャンネル作ったんで、登録をお願いします。